さあ、またしても一例がなされまして今回のちーちゃはこちらです 2>,、うん、2回戦目1万2千の上がりをなんと3度も決めてトップを取りました山本光やってんなはい。そして続いてナンチャです先ほど見事ラス回避を果たしました、うん、4着3着ときてここから浮上したいところ相川マリエ続いてはシャーチャです本日2着2着ですがその内容はまさに安定感の塊、うん、富 そして最後はペーチャ、本日トップラスと来ています。新人王の松井夢実です。<い>さあ、ドラが数万で開局となりました。あの親が凄まじい。ラブトと赤ドラありましたね。三面ちゃん。おお、トミもいいじゃないですか。いや、いいね。なんだこれ。すごいね。さあ、またしても手がぶつかるのでしょうか。あ、食べたぶんトミ出ますよ。<曲>こ,これはいい。特急券一万二千。泣くことができました。 チューン E1 どっち行くみたいな。ジャンタが欲しいですもんね。はい、で今日僕あれなんですけど、はい、いつもはじおインペコできましたよでもでもっていうのはちょっとよくわかんないですけど、はい、<laughs> パスを切ったね。 ドラが数万関係してるかなさあそして河野さんどうされましたそうあのいつもこういう解説時は大井さん連絡するんですよよろしくお願いしますこと言うと大井さん遠慮なくガンガン行けよって言ってくれるんですよあの一番お前が目立てよっていう風な足を言葉いただくんですけどこれ大井さんより目立つのなかなか難しいなと思ったら数万個言いちゃって富が目立っちゃって富が目立っちゃって尚屋のダメだってこういうとこ富が今一番目立ってて。って尚屋2位だからなんでこうなっちゃうんだろうなと思ってあんだけ永遠に喋って尺を上げたら 2月なんかそうだよ。も取らえちゃってんの。でもなんかこうすごく有能な秘書感ありますよね。出た。ありがたいですね。ローピンポンセズか。うわ。これはこれはリーチするとチョムボになっちゃうんだよね。スモレは100万チョムボになっちゃうんですか。かましたらチョムボですね。あ、そうですね。送り勘と一般的に言われている。スーパーローピングは1ペこの目でも使ってサブピンこれ3ピンものオンパイなんで。はい。さあ。 この5順目にこんな大物手相川が浮いてるうわー相川当たり配手の中全部当たり3ピンと浮いてる配がどっちも当たり配さあ高めは薬満薬満もね全部ないんですよなるほどはい。場に出てんで2枚出ててなおかつそして松井も押し返していきますね例えば3ピン妻もねリーズもイっぺんこ赤になるんでそっちは3枚山じゃないですか3ピンを まあだからそれを狙ってマンガンツムを狙ってリッチてるからねそうですよね<も>サブロピーイーソこの街がどうなるのか絶対数あんこしか上がんねえって言うんだったらスーピンウーピンもカンするためにリッチしない選択もあるからさありますもんね、うん、いやしかしこの最近放送対局での役満非常に多いですよねほんと被害者なんださ、うん、<laughs> っきになったありましたねもうこれ形広いですよパ <laughs> ーマンと三ンズのゲーム物ですけどいやーいきましょうよコウさん これはもういわゆる海より広いイーシャンテンですよね。そうです。これはもう本当に行きましょう。あと、チーもできるんですよ。どっちなんかこう。九、ね、万とか地位できるじゃないですか。現物ですよね。九万。できますね。地位して、現物待ちにもできるし。勝負して。勝負してもいいし。一万二千ですよね。山本は。そうですね。こちらもお物手です。ざまつ。九万出ましたよ。 さあ、天敗が入りましたおお第三の選択しかも、え、予想中筋ですよ確実な見物を切ってリアンス短期にしましたねサンズゥギリリーチがちょっと嫌だったんでしょうねうん、それーん、これは上がりがあったかそう、サンズゥギリリーチでカンロースあるんじゃないわあ四もなく3色できましたよ、これさあ、しかしウーピンは富の手にアンコおっと、選んだマジかえ、すごくない上がりがあることしましたねちっ全山じゃない三山 これが一発で捉えたこれやばいよこれはミラクルリーチ単葉一発赤8,000点石橋もこれやったんだよ M リーグで一回やりましたねジャイの面に引っかかったやつさあこの上がり誰が一体何人が捉えることができるのかうもチーピン通っててやりますね 二十枚に通ってんのよあまあ確かに EP も通ってて中筋ではありましたけどそれでも三色捨てられますすごいね素晴らしいですね枚数しっかりと多い方ああそのご褒美に一発がついてきたとこれは本当にすげえなマージャンシリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます、えー、マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしていますぜひ、えー、チャンネル登録、えー、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします